いな今日はねめっちゃ朝寝汗かいて起きてさ今日最高気温282928度28度ぐらいそれでいて明日18度だからな暑いと寝汗かくと大体変な夢見てさ過去のトラウマみたいな夢見ないあの黒歴史とかはさ結構さ今武勇伝見たくなってるから個人的にはやったったぜみたいな感じじゃん なんか裏を返すと男としてモテてるから、うん、結構なんか鼻伸ばしてるとこあんのよ、うん、ラグナロクオンラインとかでハーレムギルド作ってたのも、うん、まあ裏を返すとチャットコミュニケーション能力が高いということじゃんそうじゃないとあんなについてこないもんそう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 みんなを見ないかい過去のトラウマ収論収、うん、論の時にやつが来る6の編集してたのもあって6じゃないや6の前だ やつなく6って多分会社に入ってから、収論周り執筆してる、してたり、その、うまくいってる中、データが出てこなかったんだよね。その収論理系ってさ、データがないと収論書けないんだよ。感想文とか受け付けてくんないのよ。実験、や、やってんだけど、なんか理論通りの結果が出てこないんだよ。は提案手法、ここが良くなるぜ、みたいなさ、あるじゃん。何が嫌だかっていうと、その間の3ヶ月、 あの、教授に進捗報告ができなかったの。うん、それがぐっめちゃくちゃきつかった。特に何言われるわけでもないけど。教授何も言ってこないからさ、うんうん、完全見放されたと思うわけよ、こっちも。うん、今は思えばそっから逃避のために、幕末地震に逃げてた可能性大だな。だ夢に見るのは解決しないから、うん、こそのままずっとギリギリのまま、うん、終論発表前夜とかになる夢なんだよね、うんうん、見るのは。実際はさ、かけたんだけど、うん、なんとかギリギリで。うん 書けなくて、前夜になって、さあどうするみたいなところで、絶望感じる夢っていうパターンが、ほぼ。あと永久にこの結果が出ないのよ。そう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 いうだろそういうだろ。何も書けない。うん。提案手法止まっちゃう。ああ、きつかったわ。それで、あーってなって起きるわけだ。そう。で、よかった今、幕末しした大学じゃなくてよかった大学じゃなくてよかった 発注ミスはさ、サラリーマン時代に北電の工事の発注ミスったんだよね。で、なんか電線を引く、光ケーブルを引く工事で、約1キロ分の計算間違えて、1キロ分の工事分を金勘定を弾かないで、100本分ぐらい抜いたまま発注しちゃって、多分100万円ぐらいだと思うんだけど、そこを工事費にすると。 抜いたまま発注して、やべってなったんだよね。そこまで、そこまでガチ。で、その、着工前日ぐらいに気づいて、あえ嘘あれ ?1 キロ足りてなくねこれみたいな。このままだったらケーブルの1キロ区間、と、つながんないじゃん。うん、そこどうすんのってなるよ。光を飛べとかできないでしょその、空間を。坂本両手伸ばして。 ケーブル同士触って、あれれれれれれってなって。黒焦げになるまでやってもらうしかないよな。そこんところ何回も夢に見る。結局さ、その、前日、前日、いつぐらい気づいて、うん、すぐに上司に言えなかったのよ。やば、わかる、そうやばすぎて。いろいろ考えてん、ね、よ。僕が電柱に登って100機分繋いでくるかとかな、うん <laughs> <laughs> とかできないかっていうのをまず考えるよね。<laughs> 考えて、誤魔化せるかどうかとかタイムリだと思ってさ。うん そのまんま着工日開始の時に現場に行ったら速攻で坂本さん顔青くありませんって工事会社の人に言われて「体調大丈夫ですか?」って「えななしんですかその顔」って言われて気持ち悪かったとかではなく「でも実は」って言ったそこで工事会社いやちょっと実は1キロ分足りなくて」そしたらその工事会社の人たちがあじゃあもう わかりました、ました。あの、ケーブルは1キロ分予兆あるから、もう今回、内緒でつなげときますから、どっかの工事で埋め合わせしてくださいって言って。はいはい。いつも仕事する人だからね。それでみんなでやってくれたよかった。事実はそっち。夢ではどうにもならないけど。うん。工事会社の人は優しいしよかったし、その後穴埋めもしたんだけど、よくなかったのは、僕結局それ、 上司に言わないで <laughs>、そのまま工事終わったから。<laughs> マジでその年に昇級したんだよね、昇格。最低。もうはは。まあ弱たり上司といえば弱たり上司。いや、でもダメでしょ <laughs>。いや、良くないよ。絶対良くないよ、そこは。ミスはミスでちゃんと報告しないと。そうなんだよ。<うん S 2> でも結果的に、その工事が安く済んだわけよ。だいたい100万円分ぐらい。だから素晴らしいよねってことで、僕多分その年で昇格したんだよ。<laughs> <laughs> いや、言うのが正解だよ。ダメだよ。言わない。言うのが正解なんだよ。ミスだろうが、何だろうが。違うことは、二日前だかに気づいた時点で言わなきゃダメだ。そう本来はね。ね、ギリギリまで、どうしよう、どうしよう、当日、顔まっさみになって、あどうしよう、どうしよう、どうしよう。これ、バカ丸出しだからね。その罪悪感が今でも夢に出るんだな、きっと。コメントの言う通り。罪悪感が見させんだよ、僕に。土下座したもん、僕、ありがとうございます。 ヘルメットを地面に叩きつけたからな。かぶったままガチンガチン。中山峠で式典くぐったやつって言ったこれ、いや、知らないんだよね。どっかで僕言ったんだよね。あ、で、何回か言ってるはず。あの、スッツにあるんだよ、実家が。えってシャコタンのところ。そこに通るまでに、まあ大体ルートとしては、高速通って小樽周りで行くか、定上山系の中山峠、 そっちもあるのかルート。そうそうそう、助産系沿いに行くルートもあるのさ、母ちゃんと妹を乗せて。えっと深夜十一時ぐらいにここ夜、出て、であの中山峠一切信号ないじゃん、前に。トラック。走ってんの。でかいで。トラック。の前の大型トラックが。その左側に寄りながら。 ハザード出しながら左側に寄ってくのよ。はいはいカチ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 って。やっぱ追い抜くよね。うん。ああ、譲ってくれるんだと。その大型トラックを追い抜こうと、右車線に入って、で、3分の1ぐらい大型トラックの。はいはい。そしたらさ、前からトラック来るのよ。なるほど。相当近い距離。うん。あれ、おかしいと思うよく考えてだって見えてたはずトラックが。うん。すぐ来たもん、ま、追い抜いた瞬間前からトラック。うん。見えてんのよ、そのトラックからは。はい。 殺しに来てんだって、もう。やろうとした。そう、トラック殺しに来てんだって、確実に。はあ<ー>怖すぎ、マジで。その時は、結局選択肢としては、アクセル踏んで、追い抜いて、そう、二つのトラックの間に入るし、入ろうと思ってさ。うん、それ、なんとか入れたんだけど、うん、すれすれ。あれはマジ夏のホラーだよ、あれ。<laughs> <laughs> で、母ちゃんも妹も寝ててさ。うん、あ、なるほど。 僕、汗やばかったもん。いや、だからさ、こうしてラジオしてるのは植物状態の坂ちゃんの夢なんだってっていう夢を見てんのよ。わかるわかるそこの、よくわかったね。そこの夢よ。うん。そこで死んでるっていう夢なのさ。カノンみたいだな。そう。もうそれから中山峠夜走るのやめたんだよね。一切。もう小樽周りで行くようになった。の方がいいよ。街頭もしくは昼とか。うん。あああの夜道は。 ありえんぐらい怖かったわ。夜それ、トラック、実在してたのかないや、実在してるって。まっちゃんか、あれのおっさん、やっぱ。あ、まっちゃんはあり得るな。まっちゃんだったのかもしれん。トラックうんちゃになったなこの時のためちゃんだったか。結構狙われるせいあるね。あるわ。そう考え。公平かもしれんな。全員ね。全員トラックで狙ってくん。対向車公平。前が公ちゃんで。 妹のラジオ聞,聞かせてない聞いたら全然するって言ってる。あ、本当。とうん、当たり前よ。